認知症は認知障害の一種であり、後天的な脳の器質的障害により、一旦正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態である。認知症は犬や猫など人以外でも発症する。競技では、知能が後天的に低下した状態のことを指すが、医学的には、知能の他に、記憶、検討式を含む認知障害や人格変化などを伴った。 症候群として定義される。これに比し先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や児能発達面での障害などが現れる状態は、知的障害、先天的に認知の障害がある場合は認知障害と言う。単に老化に伴って、物覚えが悪くなるといった、誰にでも起きる現象は含まず、病的に能力が低下して、性格の先鋭化、強い承認欲求。 理性的思考力衰退、被害妄想を招く症状を指す。日本ではかつては、地方と呼ばれていた概念であるが、2004年に、厚生労働省の用語検討会によって、認知症への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野及び高齢社会護分野において、地方の語が廃止され、認知症に置き換えられた。核医学会においても2007年頃までにほぼ、 言い換えがなされている。認知症は70歳以上人口において2番目に多数を占める障害者一貫である。全世界で3560万人が認知症を抱えて生活を送っており、その経済的コストは全世界で毎年0.5から0.6兆米ドル以上とされ、これはスイスの GDP を上回る。患者は 毎年770万人ずつ増加しており、世界の認知症患者は2030年には2012年時点の2倍、2050年には3倍以上になると風は推測している。現在の医学において認知症を治療する方法はまだ見つかっていない。安全で効果的な治療法を模索する研究が行われているが、その歩みは難航している。 老化に伴う脳の器質的障害とともに、体のいずれかが、機能不全を起こすことが多かったため社会、問題することはなかった。近年では、体の老化による障害は投薬などにより機能を維持することが可能になったが、脳の機能は投薬等では、劣化を防ぐことができなかったために顕在化した。三型糖尿病。 アルツハイマー型認知症は糖尿病と深い関連があることから別名3型糖尿病と呼ばれる。OECD 各国の65歳以上人口における認知症者以前よりも脳の機能が低下し主に以下のような隠し症状を呈することとなる。程度や発生順序の差はあれ全ての認知症患者に普遍的に観察される症状を中核症状と表現する。 記憶障害と検討式障害、認知機能障害などからなる。これらは神経細胞の脱落によって発生する症状であり、患者全員に見られる。病気の進行とともに徐々に進行する。すべての患者に普遍的に現れる中核症状に対し、患者によって出たり出なかったり、発現する種類に差が生じる症状を周辺症状。 近年では特に症状の発生の要因に注目した表現として BPSD のコグニティブシンプトムズと呼ぶ。主な症状としては幻覚、妄想、徘徊、異常な食行動、睡眠障害、抑うつと不安、焦燥、暴言、暴力、性的羞恥心の低下などがある。発生の原因としては中核症状の進行に伴って低下する。 記憶力、検討式、判断力の中で不安な状況の打開を図るために、第三者からは異常と思える行動に及び、それが周囲との圧力を生むことで不安状態が進行し、さらに症状のエスカレートが発生することが挙げられる。前述の通り、中核症状と違い一定の割合の患者に見られ、必ずしも全ての患者に同一の症状が見られるとも限らない。 またその症状は上記のもの以外にも非常に多岐にわたり多数の周辺症状が同時に見られることも珍しくない。中核症状が認知症の初期、軽度、中等度、重度と段階を踏んで進行していくのに対し周辺症状は初期と中等度では症状が急変することも大きな特徴である。初期では不安や気分の沈みといった 精神症状が多く、中等度になると幻覚や妄想などが発現する。かつては、中等度になると激しい症状が現れ、患者は日常生活を行う能力を急速に喪失してゆき、周辺症状の発現と深刻化によって、家族などの介護負担は増大の一途をたどるため、周辺症状イコール中等度との固定関連が存在したが、現在では、軽度でも、 一定の症状が発生することが分かってきたため、その固定観念の払拭と、より原因に着目した表現として、BPSD が用いられるようになった。激しすぎる周辺症状が発生した場合、抗生侵薬等を用いて鎮静化させることもあるが、第一選択としては推奨されず、前述の通り不安状態、及び認知能力が低下した状態での不安の、 高い方法としての行動が原因であるため、まずその不安の原因となっている要素を取り除くことが対処の基本となる。中核症状の進行を阻止する有効な方法は確立されていないが、適切な介護、ケア方法によって周辺症状の発生を抑え、明確な症状が見られないままターミナル期を迎えることも可能である。初期の状態での適切なケアが重要となる。 ジ・リーン症においては、アルツハイマー病と、白質型多発性脳拘束の合併が多く、後者では歩行障害、パーキンソン症候群、開脚性を伴うことも少なくない及び排尿障害がしばしば見られる。レビー症体系認知症では、認知症、幻覚妄想とともに、歩行障害、過活動暴行を含めた自律神経障害がしばしば見られる。 認知症の原因となる主な疾患には、脳血管障害、アルツハイマー病などの変性疾患、正常圧水頭症、ビタミンなどの代謝、栄養障害、甲状腺機能低下などがあり、これらの原因により生活に支障をきたすような認知、機能障害が表出してきた場合に認知症と診断される。以下は、原因疾患による認知症のおおよその分類また、 認知症患者のおよそ10%程度は混合型認知症であり、一般的にアルツハイマー病とその他の認知症を併発している。脳血管障害の場合、画像診断で微小病変が見つかっているような場合でも、これらが認知症状の原因になっているかどうかの判別は難しく、これまでは脳血管性認知症と診断されてきたが、実際はむしろアルツハイマー病が 認知症の原因となっている、いわゆる脳血管障害を伴うワルツハイマー型認知症である場合が少なくなく、純粋なバットは7.3%と言われている。皮質性認知症と皮質下性認知症という分類がなされることもある。血管障害性と変性性という分類もあり、ハチャインスキーの拒血スコアが両者の区別にある程度有用である。日本では 従来より血管性認知症が最も多いと言われていたが、最近はアルツハイマー型認知症が増加している。軽度認知障害とは、正常老化過程で予想されるよりも認知機能が低下しているが、認知症とは言えない状態。認知症の前段階にあたるが、認知機能低下よりも記憶機能低下が主張校となる。主観的、客観的に記憶障害を認めるが、 一般的な認知機能、日常生活能力はほぼ保たれる。認知症の診断ができる程度に進行するまで、通常5から10年、平均で6から7年かかる。医療機関を受診した軽度認知障害では、年間10%から30%が認知症に移行するとされる。さらに、単に軽度の記憶障害のみの例より、他の認知障害を合わせて持つ例の方が、 認知症への進行リスクははるかに高い。認知症における疾患就職治療、いわゆる根治療法を基とした100以上の臨床試験がすべて失敗に終わり、少なくとも MCI の段階からの治療開始が望ましいと考えられている。しかし、MCI から認知症への進行を確実に食い止める治療法はまだ見つかっておらず、認知症治療薬の効果はないとする研究が多い。 そのため予防的観点から認知機能を維持する成分を含んだ機能性表示食品の研究も活発に行われている。MCI の段階では軽症であるがゆえにその背景にある病気、つまりアルツハイマー病の選択段階なのか、血管性認知症の選択段階なのかを判定するのがしばしば困難であること、さらに2013年の報告に対しても、 有効なのではないかという期待が世界中で高まっている。日本でも脳血管障害に対する治療薬が MCI に対して有効かどうかを確かめようとする医師主導知見が2015年5月より始まっている。国立長寿医療研究センターの研究班がまとめた発表によると認知症の前段階といわれる MCI の高齢者を4年間追跡調査。 してみたところ、14%が認知症になったものの、46%は正常に戻った。研究は、認知症患者ではない65歳以上の住民約4200人を2011年からしま、追跡、国際的な MCI 判定基準に基づく150項目に回答する形での認知機能検査により、最初の時点で約740人が MCI と、 判定された。4年後に同じ検査を行ったところ、MCI と当初判定された人の46%は正常範囲に戻っていた。この認知機能検査は、記憶力、注意力、処理速度、実行機能の4項目を検査するが、MCI の中でも1項目だけスコアが低いタイプが正常に戻った割合が39から57%であるのに対し、 複数の項目のスコアが低いタイプは20%台であった。MCI の中でも問題のある項目が少ないほど回復率が高い傾向があった。また、4年の間に認知症と診断された人の割合は当初 MCI と判定された人では14%と当初正常だった人の5%に比べ大幅に高くなっていた。若年性認知症とは 65歳未満で発症する認知症。有病率は研究途中ではあるが、45から64歳の人口10万あたりの男性で101から120人、女性で61から77人というデータがある。アメリカ国立カレー研究所縦断研究部門長、ボルティモアカレー縦断研究責任者のルイージ・フェアルチ、博士らの研究で、 難聴を有する成人はそうでない成人に比べて、認知症及びアルツハイマー病を発症するリスクが高く、難聴が重度であるほど、リスクも高いことを突き止めた。この研究は、36から90歳の男女639人を対象に難聴と認知症との関連性について調べたもので、1990年の研究開始時に認知症が認められた被験者はいなかった。 研究グループは4年間にわたり、認知力と聴力検査を実施し、2008年まで平均約12年に及ぶ追跡調査を行い、認知症やアルツハイマー病の兆候をモニターした。その結果、125人の被験者が、軽度、53人が中等度、6人が重度の難聴と診断された。最終的には、58例が認知症と診断され、 そのうち37例はアルツハイマー病であった。軽度の難聴では認知症リスクがわずかに上昇し、中等度と重度の難聴を持つ患者ではリスクが大幅に増大していた。また、60歳以上の被験者では認知症発症リスクの36%超が難聴と関連していることが分かった。難聴が悪化するほどアルツハイマー病のリスクは増大し、 聴力が10デシベル低下するごとに発症リスクは20%ずつ増大した。研究結果は医学誌アーカイブスオブンロラジー2011年2月号に掲載された。この結果に関連してアメリカのアルバート・アインシュタイン医科大学のリチャード・ B ・リプトン博士はヘルスデイニュース2月14日付にて難聴は加齢の生物学的測定値の一種かもしれない。また、 難聴は神経細胞の損傷の結果生じた可能性があり、仮に聴覚を介在するニューロンに障害があるなら、記憶やより高度の認知機能を司る神経細胞の損傷マーカーにもなると述べた。意識障害時には診断できない。ICD-10 と DSM-4 でさえ診断基準は異なるが、一般に日常生活に支障が出る程度の記憶障害。 認知機能の低下の二つの中核症状が見られる時に診断する。周辺症状の有無は問われない。機能が以前と比べて低下していることが必須であり、生まれつき低い場合は、精神地帯に分類される。記憶、認知機能などの程度を客観的に数値評価する検査として、WISE R などがあるが、思考に時間を要し日常診療で用いるには、煩雑である。 簡便なスクリーニング検査としては、世界的には、ミニメンタルステート検査が引用されている。日本では、セイマリアン内科大学の長谷川和夫らが開発した、長谷川式認知症スケールがよく利用される。軽程度、疑わしい認知症患者については、脳波検査も含めるべきである。英国国立医療技術評価機構は、 アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症の診断基準には、ニンクズエイトゥーダアルツハイマー基準、前頭側頭型認知症の診断基準には、ルンド・マンチェスター基準を推奨している。専門、FTD、クロイツフェルトやコブ病が疑われる場合には、脳波検査を検討すべきである。うつ病、専門と間違われやすい。難聴とも間別を要する。 神経心理学的検査知能検査をはじめとする、神経心理学的検査が診断及び、重症度評価などに用いられる。記憶検査としては、ウェクスラー記憶検査法や日本語版、リバーミード行動記憶が標準とされているが、認知症診療では実際的ではないため、ここでは認知症で用いられる検査を中心に解説する。認知症の評価、 スクリーニングでは記憶など中核症状、BPSD、ADL の3つの症候を扱う。それぞれ質問式の認知機能検査を用いたり、観察式の行動評価尺度を用いたりする。それぞれの検査の特徴を以下にまとめる。質問式の知機能障害を測定する、尺度ゼネラルプラクティショナーアセスメントオブコグニションや、ミニコグ及びメモリーインペアメントスクリーンは、 日本語版が作成されていないため一般的ではない。観察式による認知機能障害を評価する尺度介護者からの情報による認知症、スクリーニング尺度日常生活動作能力、道具的日常生活動作能力を評価する尺度、認知症の周辺症状を評価する。 尺度抑うつ状態を評価する尺度多元的認知症、評価尺度認知症の生活の質を評価する尺度、介護者の介護負担を評価する尺度性化学検査 CSF、Aββ アミロイドは脳脊髄液、結晶中に Aβ40 と Aβ42 として存在する。高齢者では CSF、Aβ42 が低下するが、AD 患者では、 Aβ40 が高度に低下し Aβ40、a β 4 2比は増加する。CSF、タウタタンパク質は AD で上昇するとされている。AD 以外では、血管性認知症、パーキンソン病、進行性拡上性麻痺、HIV 感染症では上昇は認められない。しかし、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症、皮質規定核変性症、 クロイツフェルトヤコブ病では上昇例が認められている。より AD に得意度が高い検査としてリン酸化炭が期待されている。結晶、Aβ 結晶、Aβ も AD 発症の危険因子や病態進行のマーカーとなり得る。生理検査脳波アルツハイマー型認知症の患者では脳波は以下のように推移することが知られている。コリネステラーゼ阻害薬によって上波が減少することが 知られている。画像検査他疾患との鑑別、認知症タイプ判別のため、認知症の疑いのある場合は、画像撮影を実施しなければならない。頭部 CT のを使用、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症などの治療可能な疾患の検出が目的となる。脳萎縮の評価は MRI に比べて劣る。内側側頭部の萎縮の評価は、関節所見として、 側の押出化角の拡大の程度で判定するが、下角の拡大が常に、海馬や、海馬崩壊の萎縮と合致するとは限らない。頭部 MRI スタティスティカルパラメトリックマッピングや、ボクセル、ベースドモーハーマトリが盛んである。認知症の間別として、DLB と AD を比較すると、AD では、海馬や側頭頭壌用皮質の萎縮が強い。無名質は、AD の方が、 中脳皮膚科は DLB の方が萎縮が強いことが示されている。AD では、高齢発症では内側側頭部萎縮が目立つが初老期発症では側頭と常用皮質の萎縮が目立つ。スペクト認知症疾患の鑑別として単一高子放射断層撮影は非常に重要視されている。AD、BAT、FTD 下の診断が疑わしい場合はスペクトを 実施すべきである。新チグラフィーも参照。血流は神経細胞数よりもシナプス活動を反映していると考えられており、AD ではパペッツの回路として、急内皮質と解剖学的に密接な繊維連絡を持つとされている帯状開口部や草火全部で血流低下が認められる。DLB では高東洋の血流低下が認められる。 PET アミロイド版を検出できる PET トレーサーが開発されており、アミロイドイメージングとして注目されている。11C ピブが最も研究されており、AD では前頭、前野やくそび全部などの大脳皮質に強い集積が認められるのに対して、正常例では大脳皮質の集積は乏しいとされている。治療可能と判明しているタイプ以外の認知症以外について、 治療法は存在しない。エイク薬は初期状態の認知症に多く処方されているが、しかしその利益は大きくない。治療可能な認知症の場合は原因となる疾患の治療を速やかに行う。慢性硬膜下血腫、または正常圧水頭症が原因の場合は手術で治すことができる。介護者には認知症の介護はもどかしく非常にストレスになることを 心理教育し、ネグレクトにならないよう陰性感情を認識させる。介護者についても、うつ病を罹患している、可能性を診察する。介護保険、障害年金、デイケア通所など社会資源の利用も有用である。専門医、介護職の協力、連携のもとに、チーム医療を行うことが望ましい。軽中程度の認知症患者に対しては、ナイスは投薬の有無に関わらず、 認知刺激グループ両方プログラムへの参加機会が与えられるべきであるとしている。日中の散歩などで昼夜リズムを整える思い出の品や写真を手元に置き安心させる回想法やテレビ回想法なども有効な場合がある。患者の不安感など精神状態の影響を受ける周辺症状は介護者がそれらを取り除くことで発症を抑制することが可能となることもある。 b p s d に対して多数の飛躍理学的な介入の手法があるが、音楽療法と行動管理技術が効果的である。興奮状態に対しては、介護施設において、パーソンセンタードケア、コミュニケーション技術の訓練、認知症ケアマッピングが、直ちに、あるいは6ヶ月後でも有効であり、音楽療法と活動は有効だが、長期的な試験はなく、アロマテラピーと、 光療法は有効でない。認知症患者の睡眠障害に対して薬物を用いない方法では、抗療法が有効だとするランダム化比較試験が複数存在する。アルツハイマー型認知症の認知機能改善薬には、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬として、ドネペジル、ガランタミン、リバスチュグミンが存在する。ナイスの2006年のガイドラインは、エイクを 軽中度エディへの選択肢として推奨している。また全く異なる薬力助に基づく治療薬に無駄需要体機抗薬としてメマンチンがあり、ナイスは重度、またはエイクが不適の中等度アルツハイマー病への管理のオプションとして推奨している。しかしこれらの薬剤は診断が確定された場合のみに投与すべきであり、ルーチン的に用いてはならない。ナイスは 血管性認知症にエイク及びメマンチンを処方してはならない、及び軽度認知障害にエイクを処方してはならないとしている。大鬱病を併発する認知症については、ナイスは教育を受けた専門家によって抗鬱薬を投与すべきであるとしている。薬物での BPSD 管理また認知症患者は、認知機能低下のみならず、不眠、抑鬱、移度性、幻覚、 妄想といった周辺症状と呼ばれる症状を提すことがある。これらには抗精神薬の投与が有効であり得るが、第一に心理療法を試めるべきであり、薬物の正しい利用に努め、低用量にて副作用を監視しながら慎重に投与すべきである。厚労省は b p s d に対して抗精神薬は原則使用すべきではないとしている。 ナイスの2006年ガイドラインは BPSD に対して薬物介入を第一選択肢とするのは深刻な苦痛または緊急性のある自害互いリスクのある場合に限らなければならない2013年の厚労省のガイドラインでは第一選択は非薬物介入が原則であり処方時には患者、保護者に承諾を取るべきであるとしている精神薬イギリス政府は 抗精神病薬が死亡につながるため使用の削減を国家戦略としており2006年の約17%の使用率を5年後には約7%まで減らしたことを2013年の認知症 G8 サミットにて報告したアメリカでは2016年末までに16%まで削減することを目標としているその他ランダム化比較試験ではそもそもさん。 TJ54、抗生症薬、サイコ、釣り藤針、青ケラ、腹霊、陶器、潜伏、肝臓は BPSD を優位に抑制し、かつ患者の ADL を改善し、さらに介護者の介護負担感を減少させると報告されている。2015年4月から機能性表示食品制度がスタートしたことにより、記憶力や注意力などの認知機能を維持。 サポートする成分が研究されている。機能性表示食品は事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示しており、販売前に最終製品を用いた臨床試験、または最終製品、または機能性関与成分に関する研究レビューを消費者庁に届け出し、受理されれば表示可能となる。 軽度認知障害や周辺症状に対する作用が期待されている。漢方薬園子は糸姫萩の根で、その主治は鎮静作用であるが、心脳本造病に不毛とあり、健忘症状に有効であることが記載されている。近年の研究では、当氏が高齢者への記憶を含めた認知機能を改善させた報告や、 ベータアミロイドによるラット皮質ニューロンへの障害を抑制した報告などがある。新脳本造業の記載は現在の認知症の中核症状と同等のものとは考えにくいが、健忘を使用目標の一つとして投資を含有する漢方薬を考慮できる。健忘を主治とする気薬の投資を含む漢方エキス製剤は、キヒユ肥油、紙肥油、人参用酒ユである。 投資を含まないが、認知症に効果が期待できる。漢方薬には、そもそもキモそもそもキモ産カミチンピハンゲ、ツリフジ産、陶器釈薬酸ハチミジオーマルがある。認知症患者の多くは、塩化困難を抱えている。しかし AGS は高度の認知症患者に対し、警官栄養法は推奨せず、代わりに、経口摂取援助を提案している。色は、 患者の同様と関連性があり、身体的、薬物的拘束の使用を増加させ、浴層の悪化を招く。半下光木油は、脳血管性障害患者の塩化反射、赤反射を改善し、障害を持つ高齢者における誤炎性肺炎の発生を予防する。2002年の10万人あたりの認知症の、障害調整生命年齢たなし50以下50から、 70、70から90、90から110、110から130、130, 130から150、150から170、170から190、190から2、110、2、110から2、130、2、130から250、250。以上、人気症有病率は、65歳未満の労働年齢層では2から10%とまでであるが、八十歳を超えると急に高まり、 95歳以上になると、欧州では、約半数が罹患している。OECD はもし年齢別優勝率が、現在のペースのままであれば、20年後の欧州は、認知症患者数が、現在の1.5倍になると予想している。日本については、65歳以上高齢者の、有病率は3.0から8.8%とされ、OECD では2009年では6.1%と、 報告されている。2026年には10%に上昇するとの推計もある。2010年には日本での認知症患者数は約462万人、その前段階の軽度認知障害は約400万人と推定された。2014年では日本の認知症患者数は約500万人、社会的費用は14.5兆円と、 国民医療費全体の3分の1を占めていると推計された。また2035年には22.9兆円に膨らむ見込みとされる。認知症高齢者は厚生労働省の統計で2012年は462万人、2020年は602万人、2025年は675万人、2030年は744万人と推定されている。 アメリカバーモント大学の研究者が3万人以上を平均3.24年追跡したところ AB 型は認知症との関連が見られた。T. インターナショナルの研究者が現在までの発見をまとめており、血液の凝固の因子が関わる可能性があり、が大型体外がなりやすい可能性があり、心臓疾患や糖尿病、高血圧との関わりから認知症になりやすく、 なっているような可能性も考えられる。関係する不意の体内濃度は AB 型 B 型 A 型 O 型の順である。認知症に対しての経済的コストは、オランダでは保険支出の5.5%、ドイツでは3.7%を占めている。コストの総額は、全世界では推定6450億ドル、米国では1680の2300億ドル。 欧州全体では2130億ドルに上ると試算されている。介護については現在でも多くの家族が認知症患者を介護しているが、その負担の大きさから心中問題に発展することもある。認知症患者の介護は24時間の見守りが必要であり、これは地域ぐるみでないと対策は難しい。患者の多くは死ぬ場所に自宅を希望しているが、 現状では大部分は病院で亡くなっている。しかし、この問題は家族や貧困の問題とされており、社会問題とされることはまだまだ少ない。日本においては患者の9割近くが65歳以上であり65歳未満の初老期の認知症患者の対策が遅れているため、その患者の家族負担は65歳以上よりも重いとされている。介護保険においては、 要支援2以上の患者が認知症高齢者グループホームを利用できる。判断力が低下した認知症患者による自動車運転などの問題もある。各県の公安委員会は認知症にかかっているものの、運転免許を取り消しまたは停止することができる。認知症関連語医学会は連名でガイドラインを策定し、 認知症が判断した際は、医師は患者及び家族に対し、自動車運転の中止並びに運転免許証返納を行うよう説明し、かつその点をカルテに記載するよう勧告している。認知症患者が鉄道事故に巻き込まれるケースが、2005年度から2012年度までの8年間で149件発生していることが明らかになった。 事故被害者のうち115人は死亡しているが、こうしたケースについて、鉄道事業者が、事故被害者が認知症であることを考慮せずに賠償請求をするケースが多く見受けられており、安全対策や誰が賠償責任を負うかなど、新たな課題として浮上している。事故被害者の遺族らからは、46時中の見守りは無理などとして、鉄道事業者の動きに反発する声が強い。 2007年12月に認知症の男性が JR 京和駅で線路内に降りて起こした事故で JR 東海が親族に約720万円の賠償を求める訴えを起こしたが2016年3月1日最高裁はこの損害賠償請求を棄却し認知症患者やその家族にとっては画期的な判決となったが国の政策も含め 責任能力がない人が起こした事故の損害回復をどうすべきかという課題も浮かび上がった。警察庁のまとめによると、2013年、捜索願いが出された認知症の人の数は1322人であり、2012年度と2013年度に届け出のあった19929人の不明者のうち2014年4月現在所在が、 確認できていない人数が258人である。一方で警察に保護された者の住所や名前などの身元不明の人が13人いた。2019年6月20日の警察庁の発表によれば2018年中に警察に届け出があった認知症の行方不明者は延べ16,927人で前年比1064人増であり。 統計を取り始めた2012年から連続で増加、最多となった。行方不明者、全体87,962人に占める、割合は19.2%で過去最大。70歳以上が9割を占めた。すでに認知症患者を対象にした悪徳症法などが発生している。悪質リフォームや、 金融機関による認知症患者の金融商品の無断解約などは発生、発覚時にはよく報じられるが解決策について議論されることは少ない。このため、家族等や弁護士や司法書士、社会福祉士、地域包括支援センター、青年貢献人制度による対策が求められている。放送関係の論文では判断不十分者という語で認知症患者を指す場合が、 ある。2018年に70代の認知症の男性が、包丁を持って施設内部を徘徊していたのを発見した際に、介護士の男性が包丁を取り上げたところ、襲いかかってきたために、自衛のために投げ倒し、認知症の男性が軽傷を負った。高山氏はこれを認知症患者への介護士による虐待と判断した。岐阜県は虐待に当たるか捜査中である。 認知症患者の面倒を見る介護職員の9割近くがセクハラや暴言などを受けている。日本老年医学会において2004年3月に柴山清人が地方という言葉が差別的であると問題提起したのを受け6月から厚生労働省において医療、福祉などの専門家を中心とした養護検討会で検討が始まった。その過程において 厚生労働省は関係団体や有識者からヒアリングを行うとともに、地方に代わる用語として選定した複数の候補例等について広く国民の考えを問うため、ウェブページ等を通じて意見の募集を行った。この結果、一般的な用語や行政用語としての地方について次のような結論に至った。国民の人気投票では認知障害がトップであったが、 従来の医学上の認知障害と区別できなくなるため、この故障は見送られた。こうして2004年12月24日付で法令用語を変更すべきだとの報告書がまとめられた。厚生労働省老研局は同日付で行政用語を変更し、労発第122万4001号により、老研局長名で自治体や関係学会などに認知症を使用する。 胸の協力以来の通知を出した。関連する法律上の条文は2005年の通常国会で介護保険法の改正により行われた。医学用語としては、まず日本老年精神医学会が認知症を正式な学術用語として定め、関係40学会にその旨通知した。現在の医学会では、地方はほぼ認知症と言い換えられている。 主に心理学や神経科学系の学会では、従来より認知という語を厳密に用いてきたため、学会として認知症という語に反対している。平成16年12月24日付、厚生労働省老研局長通知による地方からの改正用語令は以下の通りである。現在、第162回国会において審議されている、介護保険法等の一部を改正する。 法律案による改正後の介護保険法では脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態として認知症を定義している。地方という呼び名が差別的であるとされたのは地、法ともに愚か、馬鹿という意味を持つ漢字だからである。 実際、厚生労働省のアンケートでは、地方という故障が一般的な用語や行政用語として用いられる場合、また病院等で診断名や疾病名として使用される場合でも、不快感や軽蔑した感じを感じる人は感じない人を上回った。地方の呼び名の代替案として認知症とすることとしたことに関して認知の意味がまさしく伝わらず、 適切ではないのではないか、また、日本語として破綻しているのではないか、という議論が出ている。心理学会関係からは、認知は、人間の知的機能を表す概念であり、それをそのまま病名として用いると意味が不明確で、誤解が生じる危険があるとして、異論もある。社団法人日本心理学会、日本基礎心理学会、日本認知科学会、 日本認知心理学会から連名で出された意見書の中でその不適切さが指摘され、代案として認知失調症を提起する意見書が厚生労働省に提出されている。また、地方という言葉は一度獲得された知能が後天的な大脳の機質的障害のため進行的に低下する状態を指し、認知症という言葉より症状を的確に表しているという意見もある。 国際機関診療ガイドライン、ありがとうございます。